はい、今日はのぞみ227号、グリーン車の8号車に乗ります。この列車は8号車から10号車までがグリーン車、1号車から3号車までが重席、残りはすべて指定席という感じになっております。座席も見てのように4列シートなので、結構幅も広くて快適でございます。新横浜から名古屋まで約1時間20分、この間に、お弁当の時間として、今日買ってきた東海道新幹線弁当、それから、穴子三昧弁当というのを連れと一緒に、食べてみました。とても美味しかったです。ボリュームがあっていろいろと味もね、美味しかったですよ。
京阪こと京阪龍谷大到着しました、とても暑いですな、はい、のぞみ22号せっかく京都まで来ましたが今日は雷でどこも行けません。とりあえずコンコースの大広場、におります。ただここに入っているといても雨が入ってきますんでね、これからお土産屋さんでも行きたいと思います。なかなかね、これは壮観な眺めですよ。こんな感じです。ではまた後で、はい、ただいま京都に着きましたが、ご覧のように土砂降りでございます。雷も鳴っておりますので今日の予定、これから予定してた、神社仏閣は行くことができなくなりました。とりあえずこの辺でブラッとしてるしかないんで、ないでございますが、あとはじっと見てるだけですね。前にあるのが一応京都タワーの下のところです。そんな感じでございますので観光客の方々もとりあえずどこも行けないで、このようにですね、皆さんぼーっと、雨の止むのを待っているという、状態でございます。ではまた。